ファッショナブルないい感じでステージに出すまでに仕立て上げるっていうんですか、私は裏方で準備を整えているような感じはするかもしれない。自分なりの可愛いを追い求めて、ブレイクゼイン、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家朝岡咲子、自分なりの可愛いをオリジナルのキャラクターに乗せて表現する彼女、描くのは女性なら誰もが持つ純粋な気持ち。自分の憧れている女性像だったり、誰よりも一番に可愛く憧れるような存在になってみたいなとか、まあ、そういう誰しもがある気持ちを自分のお気に入りのキャラクター作り上げて絵の中に収めているという感じですね。憧れの具現化、しかしそこに存在するのは万人が感じる可愛いではなく、彼女なりの可愛い。すごく痩せて身長がすごい高い人、スーパーモデルっていう人が私は見ててすごく好きなんですよ。描いていく人はなぜかぽっちゃりになってしまう。でもゴージャスってなるとやっぱり相当ふくやかで、そう、真珠がゴロ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 って、それに負けないぐらいのボディってなると幸福っぽい感じ、いっぱい食べそうとか、そういうのから来るのかも。幸せに見える女性こそ可愛い。そこに重ねた儚くも美しい花々への思い。花に対してはかなり特別大切な気持ちですね。花と女性像、もうほぼセット、花もお化粧の一つのようなイメージですかね。花も綺麗な時が一瞬で、それとなんか女性の美しい時とかも合わせてるところもあるかもしれない。誰にも流されない自分だけの可愛いを、そんな純粋な思いを描き続ける朝岡咲子のこれから。私はもちろん追いたくないとかそういう気持ちもあるので、ただ変わっていってしまう自分自身も。私がおばあちゃんになったらファンキーなおばあちゃんを描くかもしれん、どんどん年取っていくかもしれないです。絵が絵と一緒に成長してってしまうかもしれないです。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代日本画家大竹浩子のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。